剣豪になれるというのは舞台の他では得られない経験ですね。舞台をやっていて本当に良かったです。柳生十兵衛の舞台、胸躍る活劇で心奪われました。本当にすごかったです。うんうん、特に立ち回りに迫力があったわね。やっぱり柳生十兵衛といったら刺客たちとの決闘ですよね。やっぱりルイちゃんは剣豪とか好きなのね。昔から剣道をやっているからかしら。そうですね。それに祖父も好きだったみたいで、よく話を聞かせてくれました。柳生十兵衛、徳川家光の時代に生きた大剣豪、まさに剣の道に生きた人ですね。そしてあの石眼、憧れちゃいます。他にはどんなところが好きなの？やっぱり強いところですかね。強くなれたら大切な人を守れますから。本当に好きなのね。なんだかちょっと焼けちゃうかも。焼ける？焼けるですか？それってそんなに慌てて変なルイちゃんね。もしかして舞台を見て疲れちゃったのかしら。いえそんなことないですよ。全然元気です。剣道でも舞台でも鍛えてますので。本当に？無理しちゃダメよルイちゃん。そうね、あそこのベンチで休みましょうか。でもそのまま横になると頭が痛くなっちゃうかしら。そうだ、私の膝を枕にして。玉尾先輩の膝を枕に？あのよろしいんですか？だってルイちゃんのためだもの。私の膝で休んでくれたら嬉しいわ。玉尾先輩が私のためにそこまで。しかし先輩にそんな。でもいえ、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いされました。どうぞ。失礼します。うわ、すっごいふかふか、柔らかい。ルイちゃんの髪の毛ってサラサラなのね。よし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 。玉尾先輩によしよしされるのすごく気持ちいいです。もう少し。はい、何でも。もう少し触っていてもいいかしら。私ルイちゃんの髪の毛触るの好きだから。よし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 。なんだか安心します。そういえばルイちゃん、さっき大切な人って言ってたけど、それって誰か特定の人がいるのかしら？大切な人ですか？それは。あれ、そんなに取り乱すなんて。もしかしてその大切な人って私だったりして？違う、くはないんですが、そういう意味じゃなくて、そのって、あれ、ここは教室？いつも真面目なルイが授業中に眠っちゃうなんて珍しいね。私、寝てましたか？じゃあ、もしかして今までの全部夢？もしかして寝不足？ダメだよ、しっかり寝ないと。でもルイって結構寝言言うんだね。寝言って本当ですか、一恵先輩？ちなみに私、なんて言っていました？
ん？確か膝枕とかよしよしとか言ってたような。あれ？今のルイ？なんかすごい顔して教室から出て行っちゃったけど。ルイはいつも元気ですね。私はちょっと眠いかもです。剣の道を極め、剣の道に生きるって並大抵のことじゃないと思うんです。剣豪柳生十兵衛にはそれができた。私も剣の道を、そして演劇の道を極めたい。だからこれからもっともっと努力していきます。誰よりも自分に勝つために。うーん、夢の中とはいえ玉尾先輩に膝枕してもらうなんて、浜津さえよしよししてもらうなんて、こんなんじゃ玉尾先輩に合わせる顔がない。このやましい思いを断ち切るためには竹刀を振るしかない。えいやーていやー。だいぶ素振りできたかな。うじうじしていた心もどこかに消え去った感じがする。まあ、ルイちゃん、ここにいたのね。玉尾先輩！一恵たちがルイちゃんの様子がおかしいって教えてくれたの。もし悩んでいることがあるなら、いつでも相談に乗るわ。あ、いえ、そんな悩み事なんて。ただ、ちょっといい夢を見ただけで、その夢というのが、玉尾先輩のひざま…じゃなくて、玉尾先輩と柳生十兵衛の舞台を見た夢だったんです。そう、じゃあ悩み事を抱えていたわけじゃないのね。本当によかったわ。ご心配をおかけしてすみませんでした。ううん、いいのよ。でも思わず素振りをしたくなるなんて、そんなにすごい舞台だったのね。そうだルイちゃん、ここで柳生十兵衛やってみましょうか。夢で見た舞台の再現とはいかないかもしれないけど。即興劇ってことですか？わかりました、やりましょう。じゃあ私は刺客の役ね。その隻眼、よもやお主は十兵衛、柳生十兵衛。私が柳生十兵衛ですね。いかにも拙者は柳生三吉、人呼んで柳生十兵衛。うんうん、決まってるよルイちゃん。じゃあ十兵衛が刺客を倒す山場、格好よく締めてね。将軍家にあだなす所業、許しておけぬ。お主の命頂戴する。えい、抜かせ、返り討ちにしてくれる。やあやられた。剣の届くと届かぬは五分一寸の間にある。そのわずかな距離がお主と拙者の差なのだ。こうして柳生十兵衛はまた一人の悪を倒し旅立つのだった。と、こんな感じかな。夢で見た柳生十兵衛の舞台みたいでした。ルイちゃんの柳生十兵衛は素敵だったわ。剣豪としての風格が違ったもの。そんな、私なんてまだまだです。そんな謙遜しなくてもいいのよ。さて、疲れたでしょう。スポーツドリンクを取ってくるわね。そんな悪いです、スポーツドリンクだったら私が。って、先輩、もう行っちゃった。スポーツドリンクなら私が取ってくるのに。今度先輩が疲れている時は絶対私が。
それにしても素振りをしすぎたのかな。それとも昨日の夜更かしのせい。なんだか眠いな。あれ、ルイちゃん、こんなところで眠ってると風邪ひくよ。ねえルイちゃん、こんなところで眠っちゃダメよ。あれ、私眠ってる。あ、そっか、これって夢の中だ。なんとなくさっきの感覚に似てる気がするし。夢だったら大胆なお願いをしてもいいかな。いいよね。あの先輩、また膝枕お願いします。なでなでしてください。あらあら、ルイちゃんがそんなお願いをしてくるなんてそんなに疲れちゃったのかしら。あれ、これは夢だよね。あ、そうだ、ほっぺたを引っ張れば。ふいた、痛いってことは、これは現実。ルイちゃん、どうしたの？